こんばんばは、えー、岐阜の今井と申しますまず最初に、えー、10‐‐ 部隊というのがあまり知られていない実はこれは軍馬の最近戦部隊ということで日中戦争当時その、えー、日本軍は軍馬を非常に、まあ、大事な兵器として使っていました生きた兵器活兵器ということなんですがでその軍馬には3種類あった でえー、騎兵が乗る騎馬という人を背中に乗せる馬ですねそれからダバといって荷物を約90キロから100キロの荷物を背に背,に背負って物を運ぶ馬で3番目がバンバといって馬車ですね車を引く大砲であったり大砲の弾であったりさまざまなものを を乗っけて200キロから250キロの荷物を引く馬という形で軍馬には騎馬ダババンバという、まあ、3種類があったわけですけれども、えー、最初にまずその、えー、馬の様子軍馬の様子と兵隊の様子が非常によく分かる、えー、相馬新軍家という軍歌がありますのでそれをまず聞いていただいて。 えー、そこから話を始めさせていただきたいというふうに思いますまあ、731部隊100部隊と人獣共通感染症ということで731100の部隊が研究していた細菌戦というのは実は、えー、人と獣共通に感染する感染症だということで、えー、現在まあ、世界中を <laughs> 苦しめているコビット19もまたこの人種共通感染症ということでこの件でお話をさせていただくということであります。で、えー、あのコロナウイルスは中国の武漢から発生したというふうに言われています。で、えー、今までは中国に対する戦争加害のことを中心に学んできたんですが、あ えー、中津塚明さんという奈良女子大の名誉教授の中津塚先生があ現代日本の歴史認識ということで朝鮮に対する様々な戦争考えについてもきちんと学ぶべきではないかとおっしゃっていらっしゃいますで私もまさにそうだということで、えー、前事不謀公事の死という先にあったことを忘れず後のような戒めとするというこの中国の考え方これを 朝鮮においてもやはりやっていかなければならないなというふうに感じています。で、これがその中塚さんの本です。で、日本は朝鮮に何をしたのという、ちょうど731舞台展が日本各地を回った頃、日本は中国に何をしたのとともに、こう、 学んだ本ですけどもここからまた学び直していきたいなというふうに考えていますはい、えー、それじゃあ本題に入りましてえー、<coughs> ハルピンの進化日軍731部隊在所陳列館、えー、これが一体どんなふうに今の状態になっているかということを簡単におさらいをしていきたいなと思います、えー、そうすると1981年に森村誠治さんの「悪魔の宝飾」が出て えー、黒い方が中国なんですが82年頃ろ、えー、731部隊の旧跡の全面的な保護活動というのが開始されましたで、えー、1985年に在所、えー、陳列館が正式に一般公開をされます、えー、この当時は反社を館長さんが非常にまあ一生懸命に、ね、その努力をなさってました、えー、93年には日本で731部隊1というのは全国巡回をします ハンシャさんは94年でしたかね、日本にいらっしゃいまして、この新刊を作るための看板も呼びかけられました。で95年、敷地内に新刊が建設されると、2011年には ABC 企画によって謝罪費が建立され、そして2015年、再度20年経って新刊が作られ、そして、老後とートも発掘調査をされて、今、保存されているという。 えこういうい状態ですで実は2018年に、えーまあ、ハルピンに行った時に、えー、731舞台展をかつての1993年から4年にかけてやったと同じようにやらないかということを金世、えーうん、民館長さんからあ提案をされましたけれども残念ながらその提案に応えることはあできませんでした。あそしていつの日にかあー 日本に731部隊の分館というのを立てられないかなということを今、金館長さんから、えー、言われてまして、そういうことをまあこの機会に皆さんと一緒に考えていけたらなということを思っています。で、えー、今お話ししたあ1945年当時の意向として、えー、731部隊のこれ、南の英文書ですが、あ三日は、 1995年に作られたその展示館の新館そして2015年のさらなる新館が今できていますで、えー、1994年731舞台展を開催するためにということで実は私その岐阜の731舞台展の展示担当という係をしました あかつて博物館に勤務していた関係でその博物館で勤務していたということで、まあ、展示の係をすると展示をする以上はやはり現地を見ておきたいということで、えー、4月に訪れた時にはこんな形で、えー、パンフレットが作られていました、えー、日本語のパンフレットも含めて、えー、こうした形で研究がずっと続けられそして千2018年、えー、やはり 舞台展に行った時にはこういう形で新たな観光物が作られ両方ともこれは日本語ですけれども日本に向けてええこんな形でえその在所図録という形であるいは実力という形で731の研究成果が発表されているということになります。えー <laughs> こういう形で731の方は研究も進みさまざまなああ書物も出されたりいろんな形で進んでいるんですが一方の100はどうかということになるわけですけれどもあその前にその731舞台展が全国巡回をしましたあで93年の7月東京の新宿をスタートしたと思うんですけれども、えー、確か95年の3月頃まで 会期を延長してあったと思うんですがちょっとその最後はどこだったのかがわかりませんので後で教えていただけると嬉しいなと思います、えー、全国61箇所23万人がこの731部隊展を見たということでこの時に非常にまああのその展示会に大きな力を持ったのが中国機関車連絡会というこの会の会員の方々の会場証言というこの活動があったということで でこの中期連中国機関車連絡会のことについては後ほどまたお話をしたいと思いますがこの巡回展をきっかけに、えー、最近戦の裁判あるいは独学裁判強制連行裁判南京事件の裁判いろいろなこの日本の戦争考えに対する裁判も起こっていったんではないかなというふうに記憶しております。えーでまあ、全体のパンフレット 岐阜のパンフレット、そして、えー、新館を作りたいというその藩社館長さんのあれで日本各地でンパをしました岐阜の会場でもンパをしまして、えー、5500人が入場してくださって、まあ、15万円ンパが集まったものですからそれを9月に栃木に藩社館長さんがいらっしゃったのでそこへお持ちした時に、まあ、こんな形で色紙を書いていただきました。 でここから私の、まあ、戦争課外の具体的なといいますか直接的な活動が始まっていたということになります。はい、731に対して100はどうかというと実は100は長春かつての信教そこにありました。でこの信教というのは儀、えーえー、満州国満州国の皇帝フ儀の宮殿儀、えー、満工が博物院というそのこ <coughs> 博物館があるんですけれどもそこに「100部隊の研究成果を発表する展示場を作れというような形になっていきます。で「100」の研究者というのが731の藩昌さんのような方があるほど一生懸命な方がどうもいらっしゃらなかったのかいろんな事情があって「100部隊に関しては。 データが残されてていいいななととうこにっで、あの、関東軍軍馬貿易省というのはスタートで、最初は731の貿易給水部と同じように、兵隊にきれいな水を供給する、軍馬の病気を防ぐという部隊でありました。もともと、うん、日本から連れていった軍馬が中国へ連れていくとバタバタ倒れるというのは、日本にないビストとか。 あるいは炭素とか、えー、ブロサラとかいろんなその伝染病にかかって倒れるということでそれを守る必要があるなということでその群馬貿易省というところで、えー、群馬の病気を守っていたんですがそのうちに研究をするうちにこの細菌を、えー、兵器として使えないかという発想になっていって100部隊ということで、えー、細菌船部隊というふうになっています。で 群、えー、馬のことを調べるためにはいろいろ必要な情報として馬籍簿という、うん、馬の戸籍というのが作られるそして群馬の記録が残されているんでこれを探すというのはとても重要な仕事ということで一生懸命探しているんですが、えー、実はあその馬籍簿がなかなか見つからない。えー、そして、えー <laughs> 軍馬を改良するということがとてもまた大変なことで、これと競馬との深い関わり合いもあったということになります。で、えー、その馬のことを学ぼうということで、えー、実は。岐阜県の郡上市に茗荷田村というところがあります。で、ここは名馬駿角の故郷と,と言われて、えー、例の平家物語ですね。宇治川の先陣争いで。 えー、池崎と鶴住という馬が戦陣争いをしたというその鶴住の里というのが、えー、この郡上明垣村です。今は名宝というふうに村の名前が変わったんですがそこに名宝、えー、歴史民俗資料館という資料館があります。で、えー、民俗資料4万7000点そのうちの、えー、3594点は。 国しての重要,文化重要有権民族文化財という大変、ま、あの貴重な資料館なんですが、えー、かつての小学校の校舎もあるごと全部が資料館になっているということですその中の展示室の1コーナーに馬のコーナーもありまして、えー、ここにあるのが乗グラがずっとあってその奥にあるのがニダ田ラというのがあって、えー、この馬の向けの後ろには海馬桶があって。 えー、こちらにはあ会話を切る、えー、会話切るの動画があってということで、えーまあ、馬に関する資料特に、まあ、群馬をたくさんここからも出してるということでそういう資料があります。でここでその罰石棒というのを、まあ、探したんですが罰石棒はやっぱ出てこないと。そのの代わりに見つけたのがこの、えー、赤髪と 赤紙というのは人間の召集令状それに対して、えー、青紙というのは馬の馬質 <laughs> 挑発告知書という馬の、まあ、召集令状というような形で馬はこういう形で、まあえー、軍馬として <laughs>、えー、集められていったということになります。 日本で大体いい平均して150万頭をまあ飼育してどん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 と戦地へ送り出していくというのが日中戦争当時の軍馬ということになります。で、100部隊の研究をその義コンが博物館でやれということになって義コンが博物院では一生懸命研究をすると同時に実は731の遺跡が まあ本館が残っているそしてボイラーのお化け煙突が残っているというのに対して、えー、跡地にあるのはこの煙突が1本あるだけということでありますで100部隊の跡地はどうなったのか戦後実は長春の第一記者工場になりました中国語で記者というのは実は自動車のことですよねでトラックの製造工場 でこれでまあ、長いことあったんですが、その後に、そのトラックの製造工場も引き払っていって、ちょっと今、この陰で見えないんですが、この右側の写真の後ろに見える、これは実はあの高層マンションなんですね、周りが高層マンション街になっています。 731の座所陳列館と同じように、100もここに実は煙突を中心にして、その展示施設、記念館を作ろうという計画をしたんですけれども、このマンションの住民から反対運動が起こった。実はこの土地を掘り起こして、そしてそこにそうした建物を作ろうとなると、この土の中に眠っているさまざまな細菌、 そういういいものが出てくるんではないかとで特に炭疽菌というのは、嫌気性といって空気に触れることを嫌うんで、土の中なら何十年でも生きていると。で、これを掘り起こすことによって、炭疽菌、その他微ビ菌、さまざまな研究していた細菌が出てくるということで、えー、マンションの住民から反対運動が起こって、とうとう、この地にそうした記念館、あるいは展示館を作ることが不可能になるということで。 えー、ギマンコガ博物院の一角にある東北林楽市陳列館という、えー、日中15年戦争の、まあ、その歴史を語る展示館の中の一部をリニューアルしてここに今、まあ「100」の展示館を作るというようなことになってギマンコガ博物院のスタッフは調査資料収集研究に当たったということになります。 で、これがギマン馬ンが博物院、末衆国こうやって扶がいた宮殿の跡ということです。で、えーまあ、その博物院のパンフレットと、その中に、えー、馬液研究所ということで、100部隊のほかに、馬液研究所とか、さまざまな馬の病気を研究する機関があり、そういうところと、100は、 共同研究をしながら最近戦を進めていったというそういう経緯がありますで、このギマンコグ博物院の一角に実は競馬場があります皇帝フギが競馬を好んでということで今でもその競馬場が復元されていますけれどもここにいる十数頭の馬ですかねこれが今長安にいる馬のすべてだと 長州にいる馬のすべてということでかつて、えー、1994年に中国を訪れた時には至る所にまだ馬車がロバがいろいろ活動してましたし、えー、自転車もわーっと山のように走ってましたが、えー、2018年にこの長州に行った時には馬はここにしかいないと、えー、荷物運ぶ馬は一切ないし、えー、それから自転車も一台も走ってませんでした。 でバイクはすべて電動バイクということで、えー、中国はものすごい勢いで、まあ、あ変わっているんですけれども、であるが家に、100、えーまあのさまざまな資料を集めるのは大変まあ難しい状況にあります。で、えー、先ほどちょっとお話をした、その731部隊隊の時に、 活躍した中国機関車連絡会というのは、一体どういう人なのかということを、ちょっとだけお話をしていこうと思います。えー、武人と大元、二つの戦犯管理所に、実は、えー、抑留されてた人がいました。で武人戦犯管理所には、戦争が終わった後、五年間、シベリアに抑留されて、その後、一九五十年から六年間、戦犯管理所にいて。えー 人から鬼へというその、まあ、改造教育を受けた人たちが969名。で、大元の戦犯幹理所には、えー、国境内戦ということで、えー、国民党軍と共産党軍の内戦に関わってしまった人々、特に国民党軍に入って共産党と戦ったり、あるいは現地に残っていろんな、まあ、あ仕事をした人たちが捕らえられて140名の人がいました。で、その人々が1956年の 信用の特別軍事法廷というところで裁かれて45名だけが起訴されて、えー、残りの1017名は起訴免除即日釈放ということで1956年に3つに分かれて帰ってきます。で45名の起訴された方も最高で禁錮20年で死刑とかそういう重い判決はなくでこの禁錮20年の中に シベリアの5年とブジの6年も含めるということはもうすでに11年の刑を済ましているということで残り9年でそれも実際には最終的に1964年に全ての人がまあ日本へ許されて帰ってきてそして多くの1017名の人が翌年に作った組織が中国機関車連絡会え略称中期連と申しますで反戦平和と日中友好ということを旗印にずっと活動してそういう中で 7歳さっき答に非常に多くの人が証言をしたと、加害証言をしたということになります。で、これが武殉戦犯管理所の正面玄関、えー、そして下にいるのは、実は満州国皇帝の溥儀もここに、まあ囚わるのみとなっていました。満州国の高級官僚、溥儀、そしてさらには国民党軍の兵士。 そして日本兵という、えー、日本兵だけでなくして満州国の高級官僚であったり憲兵警察といった人々969人がいたところです。でここで、まあ、6年間にわたって、えー、自分のやったことを見つめ、えー、そして心底反省をするということで、えー、6年を過ごして、まあ、許されて帰るということになるんですが。 帰ってきた後と1988年には日本人戦犯がこの中に謝罪費ということでこうした、えー、日を立てています。ということで戦争加害を語る戦争に行った人がほとんどそういうことがない中でこの中原の人々が数少なく加害を語ってそしてまあ731部台展のあの巡回が大成功した。 今、100舞台展をやろうと思っても、それを語る人は一人もいないんじゃないかと、ほとんどいない。えー、そうなると、証言活動という面でも、えー、なかなか100っていうのは難しいなということを感じています。はい、で、いよいよその人種共通感染症のことなんですが。 えー、7ンチ部隊はペスト、チフス等々たくさんあるのに中心はこの2つでした。でペストはネズミからノミへ、ノミから人へという形で、えー、感染が広がっていきます。チフスは白身から人へこう移っていきます。で、100部隊、えー、馬の,この <coughs> 細菌性研究は炭素、ビストブルサラ症という。 炭素っていうのは、えー、馬、牛、えー、ビストっていうのは馬、ロバ、プルセッラっていうのはヤン、羊がかかる感染症ですけれども、えー、特に炭素なんかはあ人間にもうつっていくということで、まあ、最強のお細菌船とお兵器だというふうにい、えー、われるものであります。で、えー、1945年、敗戦当時、この731100。 ある意味ではこの世界で最も進んだ最新の最先端の研究をこの人種共通感染症に対してやっていた、えー、考え方は平気にするためですからよろしくないんですが最高のレベルの知識を当時は持っていたはずでありますで現代の人種共通感染症ということに関して考えますと SARS、MERS、えー、そして今の COVID-19 と、これが新型コロナウイルス3兄弟というふうに言われる感染症です。でさらには鳥インフルエンザとかあ、トンコレラというのもあります。鳥インフルエンザっていうのは、あカモの仲間、えー、水鳥、渡、えー、り鳥、冬の渡り鳥のカモの仲間が持っている病気で、このインフルエンザが、 カモはかかってていも全然病気しないところがそれが白鳥がんに感染すると白鳥はよく死ぬでさらにそれが、えー、日本で小さな小鳥から鶏小屋に移ると鶏がバタバタ死ぬというこういう、えーまあ、ウイルスがその宿主といいますが宿主をどん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 変えていくことによって、まあ、死んでいく病です。 でトンコレラというのは最近豚熱というふうに言い換えをするようですけれども、えー、豚がかかる。でどうもイノシシが持っててそのイノシシと豚は親戚ですからイノシシから豚に感染をするとこれで二十何年ぶりに実は岐阜でコロナが流行りましてで今すでにもう600頭のイノシシを駆除したけれどもまだなかなか感染が収束しない。 でこの豚、トンコレラの場合には、豚舎でそうした感染した豚が出ると、全、えー、頭処分ということで全部殺してしまう。鳥インフルエンザのニワトリの場合もやはり全部殺してしまう。そして殺して必ずその豚舎なり鶏舎のある土地の中に埋めるというのが法律で決まっているんですね。で豚ををううニワトルを飼う時にはそれだけの いざという時には埋めるだけの土地を用意してそして許可を得て勝てる。で実際にこうした病気が出るとまあ戦闘処分全ての国、うん、鳥を殺してしまって埋めてしまって感染を防ぐということを行っているわけですがこれが人間に対して行われると一体どういうことになるのかなという、えー、今新型コロナで <laughs>。 動物と人に対する接し方の違いということを感じます。で、えー、サーズマーズについてちょっとだけお話をしますと、サーズは2002年、えー、発生しました、えー。中国の関東省がまあ元だということですけれども、33カ国で。えー 8439人が感染して812人が亡くなった。で、m ず r s はあ中東呼吸器症候群というふうに言われるように、アラビア半島で発生して27カ国2494人に感染をし、858人が亡くなったと。この SARS も m ー r s も日本には入ってこなかったので、 日本は全くこのことに対して準備ができてなかったんですが、COVID-19 は2019年、まあ、武漢からスタートしてということで、全世界に広がって、今、1億6718万2325人感染して、346万3996人、5月24日現在ですけれども、亡くなっているという。 大変な状況であります。で、実はこの SARS2002 年に発症した重症急性呼吸器症候群ですけれども、コウモリの元で、コウモリからハクビシン、ハクビシンから人へ移って広がった。じゃあ、まずは、やはりコウモリで、えー、コウモリからヒトコブラフダ、ヒトコブラフダから人へ感染をしていった。じゃあ CO、COVID-19 はというと、これが2019年、えー、菊頭コウモリ、やはりコウモリから仙山港、仙山港から人へ広がったということです。で、じゃあ2019年が一番最初かというと、いろいろ調べてみると、実は2015年、中国の雲南省の住民のお血液、えー、その残っている血液を調べてみると、6人の血液がこの。 19の抗体が見つかったとということで実はもう2015年の段階で一部地域では中国の雲南省ではこの、えー、COVID19 が <laughs> 広がっていたんではないかなというふうに考えられています。はいえー、で炭素菌を,金を、まあ、研究していた実践しようとしていた100はこれが数少ない100部隊の廃墟の写真ですけれども えー、戦争に負けて、えー、日本へ逃げ帰る730と一緒なんですが、えー、その時に炭疽、えー、菌に感染した馬それをばーっと地域に放馬、えー、して、えー、放ってそして逃げてきたというふうに言われています、えー、イタチの最後っぺみたいな非常にまあ許されざる行動をしてということでということで 中国ではその炭素金によって大きな被害が出たというふうに言われています。で、こうした感染症について、えー、まあ、感染症の世界史ということでこの一山、えー、の本から多くのことを学びました。で、民間にある馬,馬衛生の参考っていうのは、昭和10年に作られた、えー、豊橋の軍馬病馬 という馬の病気を扱うそこの中にある本なんですがこの中に馬の病気に関していかにこう神経を使ってこう管理していたか怪我病気というようなことが分かっています。とこういう資料があればあるほど馬車規模というのがあると群馬全体の動きが分かるんだなということが非常にこう見つからないのを残念に思っています。<laughs> で、えー、その群 <laughs> 馬のことに関して潜在の獣医師というのは言葉変えて言うと馬の医者でありましたでこの馬の医者を養成したのが三大機関ということで、えー、東京大学の獣医学部北海道大学の獣医学部そしてもう一つが盛岡高等農林の、えー、獣医学科ということでありますでこの盛岡岩手県ですが大変やはり、えー、馬の産地ということで多くの馬が ここから群馬として出てきますけれども、えー、この盛岡林の高等農林の後今岩手大学に引き継がれてここに岩手大学ミュージアムというのがありますでここにはその家畜の重要な病気標本が2000点、えー、馬に関する標本とか研究論文があるということで、えー、ぜひここへ行きたいんですけれども岩手もねでなかなか岐阜から出かけられないこのコロナ禍の中ですね、えー、ということでここをいろいろ研究すると例えば 100部隊の隊長がこの盛岡高等農林の出身であるというようなことからもいろんなこ,うことが分かってくるんではないかなということを思っています。はい、えということで日本の軍馬もともとスタートは土産子とか木曽馬とかという日本産の馬を持ってたんですがこれではとても戦えない。えー <laughs> ロシアの古作兵の馬にかなわない日清戦争でも日露戦争でもということでここにあるような外国サンバサラブレッドとかさまざまな馬を取り入れて軍馬の改良をしていくということになりましたでそうした記録が日本陸軍獣医部士あるいは陸軍獣医学校のドキュメント自分史というようなことにこと細かくいろいろ書かれているんですけれども ともに日中戦争以降太平洋戦争に至る記録が全くないなぜ、えー、かと言いますと馬は語るという本の中にもこんなふうに書いてあるんですけれども、えー、実は戦争に負けた後、占戦力軍 GHQ がえ争、ー 戦領軍の意向に従って実施された戦後シェルの中で我が国の馬の産業に最も重大な影響をもたらしたのはいわゆる農地解放馬事関係団体の解体ならびに馬に関する文献資料の焼却であるということで GHQ の命令によってあらゆるその馬関係の資料が焼却させられてしまったと。 で、核兵器と生きた兵器というふうにしていたことが、その兵器ということで、全部焼かれてしまって、その日中戦争当時のさまざまな軍馬のこと、もっと言うと、100部隊の研究の内容、一箇所、100と書いてあるだけで、そこが全く欠けているというようなことになります。このの冊とも国会図書館の本でななかなか 簡単に見せてくれなくてコピーしてきたんですけれども、えー、ここでも100のこともわからないし馬籍簿のことも、えーまあ、見つけることができませんでしたはいじゃあ戦後どうなったかということで、えー、非常にたくさん150万トンぐらいの馬をお、まあ、常に飼育してそして大陸へあるいは南方へ送り出してましたで馬医者獣医が一体どうなったかということですけれども戦後は馬の医者から人の医者 医者へという,ふうに変わります、えー、馬の医者患者さんがいなくなって仕事がなくなってしまうということで国の方でもいろいろ配慮をして獣医がちょっと勉強すると人の医者になれるというそういう制度が一時期あったそうで多くの <laughs> 獣医は医師に変わってきました、えー、そしてその他の就職先としては製薬会社、えー、薬を作るところへ行ったなぜか薬を作ってそれを 確かめるこの確かめるためには動物実験をする必要があるということでえその動物実験、えー、この、まあ、指導管理のために獣医は働いた今でも、まあ、重要な就職口であるそうですその中の、まあ、あ代表的な人が安藤浩二という人でありますで大連、えー、にいた大連のどこにいたかというと731の大連支部にいて でその後都大へ行きそして動物実験の中心人物となり犬やモンキーセンターの顧問になっていったという人であります。でこれがその安藤さんのまあ感染と免疫とか医学研究と動物実験ということで、えーえー、動物を、まあ、医学の薬学の まあ発展のためにまあ使うということになります。で、えー、そのイネヤマのモンキーセンターの顧問にさなるわけですが、イネヤマのモンキーセンターというのは愛知県にあって、えー、世界で最大のまあ猿の博物館といいますか展示施設です。60種、900頭のまあ猿を <coughs> あ育てているんですけれども。うん 展示しているんですけれども実は京都大学とこう非常に深い密接な関係がありますで、京都大学の <laughs>、えー、熊本サンクチュアリーという施設がありますどういう施設かというともともと えー、薬を開発する最終段階マウスとかラットあるいは、ね、うさぎ犬猫豚いろんなもので、まあえー、実験をして薬の効能を調べるで最終的には、えー、人体実験をしたいんですがそれはできないので猿でやるとで一番人間に近いのはチンパンジーだということで、えー、チンパンジーを使って実は製薬会社はやってました。 で2017年現在の話ですけれども、日本中に、えー、568個体の類人猿がいると。チンパンジー317、ボノボ6、ニシ・ローランド・ボリュラ20、オランウータンが46、テナガザルが179と、えー。そのうちチンパンジー317のうち58個体がこのサンクチュアリーにいるとで。このサンクチュアリーというのは何かというと、 製薬会社がそういうふうにして動物実験で使って、もうこれ以上、うん、使ってもあまり意味がない、年食ってしまった、あるいはいろんな病気を持ってるからということで、最後、殺処分するのか、いや、あまりにもかわいそうだからということで、老後を暮らすために作ったのが熊本サンクチュアリ でこれはもともと三和科学という製薬会社が持ってた組織を、えー、京都大学が譲り,譲り受けて、えー、そして京都大学の野生生物センターが今管理をしているということで、えー、2021年現在今の現在においては製薬会社の中で、えー、実験材料になっているチンパンジーは今ゼロになっているとでこの熊本サンクチュアリーでは一頭一頭のチンパンジーに生ごをつけて 1>, 1頭2頭とは呼ばずに1人2人と人間並みの扱いをしてやっているということなんですけれども、えー、実験動物と薬との関係の中に今戦後のお獣医は働いてきたということが言えると思いますで、えー、<laughs> 終わりに近づいてきましたが馬に関する獣医師研究者の本ということで 731、えー、に関しては医者がいろんな本を出してましたけれども、うん、馬に関する獣医師の書いた本っていうのはなかなかなかったんですが今年になって、えー、ごめんなさい去年2020年になって「えー、満州における群馬の美相と関東軍」あるいは「映劇」というこれは小説なんですけれども獣医さんが書いた本がありますその中、まあ、いろんな馬に関する本があってそれで、まあ、いろいろ <laughs> 調べているんですが、えー、この「満州における群馬の美相と関東軍」 この小川さんという本の中の「えー、法典重益研究所」という今まで知られてなかったあところのおデータ研究をお発表されてたり先ほどお話した「培益研究所」とか100「一〇〇部隊のことについて書かれています。で「培、え、益、ー」というこの西茜あ,あかりさんというこの獣医の方の本は、えーまあ、ミステリー小説という形を取ってますけれども。 1994年にオーストラリアで起こった馬のインフルエンザ、凶暴性インフルエンザという、それを題材にした、非常にこう、えー、馬の病気のことを考えさせられる小説ということになります。で、えー「布国競馬」あ、「軍馬と農民」えー。布国競馬の方はいかに近代 <laughs> 日本が、えー、馬をお兵器として作っていくか。それに対して軍馬と農民の方はその 馬を育てるのは実は実農民なんで、すよねで。そのお互いに農民の立場と国家の立場で馬をどう扱ったかという興味深い本でありました。で、いよいよまとめなんですが、人中共通感染症というこのまあ病気なんですけれども、もうこれと共存をする以外ないんではないかというのが今の思いであります。というのは先ほど、宿主というこの病気のまあ 宿る主でこの宿主が死ぬと病気ウイルスも死んでしまうわけで宿主を殺さないような形で、えー、共存をしていく必要があるで最もたくさん持ってるのがコウモリだという、えー、ことなんですけれども哺乳類全体で実は5400種ほどいるとそのうちの1100種はコウモリだっていうんですねで 日本には35種コウモリがいると。ると、35種っていうのはすごい感じでして、例えば日本に熊はっていうと、ツキノワグマとヒグマしかいません。2種しかいませんよねで。北海道もともと別のところですから。で、キツネはっていうと、ホンドニツネとキタキツネ。 2種しかいないということで、コウモリが35種もいるというのは、えー、実はやはりコウモリというのはものすごくたくさんいて、そしてそのコウモリがさまざまなウイルスを持ってて、そして共生をしている。で、えー、机の足のほかはすべての4本足を食べるというようなお話がある、まあ、あらゆる野生動物を食べるとか、えー、それから牛や <coughs> 羊を、まあ、工場のような形で大量に飼育して、牧畜して飼っている。 ということをそれ何を意味するかというと、えー、地球上に生活する哺乳類全体で野生動物は実は4%しかいない。で36%は人だ。残り60%は実は家畜だって言うんですねと。哺乳動物の60%は家畜牛とか豚とか羊とか。とその実は家畜からさまざまなウイルスが感染する。 コウモリから感染する。えー、ということで、えー、人間がさまざまな <laughs> 経済活動のために自然環境を破壊する、森林を破壊する、えー、奥まで入っていく、えー。それは何を意味するかというと、えー、人に感染するウイルスっていうのは実は170万種もあると。170万種のウイルスはこうした、えー、動物の中にある。で、その感染する 感染症の撲滅絶滅を根絶をすることができたのは今のところたった一つだけ天然痘だけだというふうに言われてますこんなにも大きな多くのその共通人中共通感染症とこれから生きていく必要があるということで、えー、これからはその病気をなくすんじゃなくて共存を目指す生き方ということを考える必要があるんじゃないかなと SARS、MARS、えー、新型コロナと、大体今、10年おきに新たなウイルスが発生している。今後もそれは予想されるということになると、えー、ウイルスといかに共生していくかということがとっても大事じゃないかなということで、えー、最近の週間金曜日にこうあったんですけれども、えー、井田哲司さんという人が書いているんですが、 これからはそのワンヘルスだと。何か環境の健全、そして動物の健康、それが人間の健康につながると。一つのものとして考える必要がある。環境が健康でないと、そして動物が健康でないと、そこからウイルスがいっぱい人間に来るわけですから、人間の健康は保たれない。そういう考え方でこれから、 生きていく必要があるんじゃないかなということを語っていらっしゃいましてまさにこの新型ウイルスがいつ収束するか,するかということをまあ願ってますけどもこれが収束しても終わらないこれからもまだどんどん増えてくるっていうのが現実ではないかなというふうに思います。でいえいよよ最後なんですがあの 加害民族の末裔としての自覚ということで。えー、日中十五年戦争の後、さまざまな戦後保障ということで。えー、最近戦とか、毒ガス南京事件、えー、強制連行、さまざまな裁判が行われました。ええー、平長山の裁判もありました。えー、無人区とか万人公に関して、は多分まだ裁判を行ってないと思うんですが、この裁判をすることによって。 いろんな事実が明らかになったということは大変素晴らしいことだったなと思う反面、えー、裁判を起こしたその被害を受けた中国の人々はどれだけ保障されたのか日本の国が、えー、国家として謝罪をして補償をしたのかというとどうもそれはほとんど裁判に負けてしまって保証にまでは至ってないわずかに和解というのはありましたけれども。 えー、このあたりがあ私たちは一体どういう国なのかということを考える必要があるのではないかな。で、えー、先ほど来その七三一舞台展でまあ初現活動した中国機関車連絡会なんですけれども、二千二年に、えー、解散をしました。千名いたい会員が三百名を割り、平均年齢八十三歳を超えて、えー、活動ができなくなったときに。 えそれを継承するという形で、武漢の軌跡を受け継ぐ会という会ができました。その時、戦犯管理所の指導員だった蔡仁傑先生から、受け継ぐ日本の若者へということで、こういう言葉をいただきました。で、武漢と大元両方にいた日本人戦犯1,062名が、中国に与えた人的加害は、 85万7000人の中国人民の殺害である、えー。日本の若者にその直接的な責任はないと考えるが、加害民族の末裔としての自覚は持ち続けなければならない。えー、歴史教育は極めて重要である、えー。歴史の真実を学ばなければならないと。えー、こういうお話をされました。でこの言葉がずっと2002年からちょうど20年ですけども、私の。えー 頭の中にあってこの加害民族の末裔様さまざまな加害の中で今中国に対する加害でなく朝鮮に対する加害もあればさらには、えー、自然環境とか動物とかそうしたものに対するものも考える必要があるんじゃないかなということを思ってます。えー、中期連は証言活動の他にこうした本を 出版をしさまざまなあ右翼的な発言であるとかその政府のおかしなことに対して、まあ、物を言い活動をしてきました。でこの方が崔甚傑先生なんですけれども、えー、日本人よりも美しい日本語でスピーチをなさいました。でこの右にあるのは「許しの花無盾の朝子」ということで。えー 1956年に許されて帰る時九州の副島さんという方が呉、えー、前先生という西人傑先生と同じやはり指導員の方にこれから鉄砲を持ってくるんじゃなくてこの花を愛して優しい人になってくださいとこの朝川の種を送られました。でこの種がずっと副島さんの庭で咲き続けていて受付会ができた時に、まあ、全国の受付会の会員のところへ広まって。 これは私の家の庭で咲いた武順の朝顔ということになるわけですが、えー、なぜこのお西陣家先生ご興前先生が日本語をしゃべれるか、えー、発しって飛ばしてしまったんですが、えー、前回でしたかね前回でしたか三浦豊さんという憲兵の方がああの中国へお詫びに行くいうことで え直接被害に遭ったお養賢さんの息子さんお孫さんに謝罪をするその時に仲立ちをしてくださったのも先般管理室の金源所長さんとであった金源さんも日本語をしゃべるなぜか実はこの3人とも朝鮮族の中国人なんですね。えー、ということで日本が朝鮮を植民地支配した。 その時に嫌をなしに日本語を話さざるを得なかった、日本語を話さないと生きていけなかったということで、日本語を覚えたで、その日本語の能力があるために、この戦犯管理所で指導員をまあさせられたと周、えー、恩来総理の大変荒演、まあ、な思想のもとに、日本人戦犯を許して、えー、そして <laughs> 返すことがこれからの日中有効に大事だと。 いうことなんですがそれを具体的に、えー、日本人鬼のような日本人戦犯を指導したのが金玄先生呉光前先生蔡仁傑先生で彼らが全て朝鮮族の中国人で日本語を話したでこの人たちの素晴らしいその人格日本語によって戦犯は大きく変わっていったということを思います。 で最後なんですが、日本のどこかに731部隊在所陳列館文化建設をということで、実は2018年、金、え、正、ー、民館長に会った時に、えー、金館長が、中国、ハルピンでは被害の地、平坊にこの新館が完成して、ロゴとアトム発動さし保存がされていると。 日本の戦争犯罪、加害の鉄砲として研究、公開されて、この歴史の事実を伝えている、加害の日本と、そして被害、マルタの中には朝鮮人もたくさんいましたから、その韓国にも7歳1在所陳列館の文館を作って、日本人に、朝鮮人、韓国人にも歴史の真実を伝えたいと、こういう熱い思いを持っていらっしゃいます。 で先ほどもお話しましたが2018年に、えーまあ、1994年に開催されたと同じような731部隊と日本各地40か所でやってみないかということを打診提案されました。で、えーまああのえー、ABC 企画和田さんをはじめいろんな方に、えー、お話をして当時の実行委員会どうなってますか、まあ、ほとんどなくなっていてできないということで。 部隊展はまあか叶えませんでしたけれどもなんとか日本にこの731部隊の分岐それができないかなというふうに思ってます。でこの金艦長ですけれどもねそうでしょねそうでしょと言いながらいろいろお話になったんですが、えー、金正民艦長も日本語話される若いんですけれども実は。 金課長も朝鮮族の中国人ということになります。ということで、えー、731舞台展の時中期連の人々が証言活動をして、えー、実相を語ってくれた今一丸丸舞台展をやろうとしてもそのことを語る人は多分いないんじゃないかな、えー、そういう時に、えー、朝鮮に対して日本は何をしたのかというその加害に。 関しても学んでいく必要があると同時にサ、えーズマーズそしてこの、えー、新型コロナのパンデミックが起こってますけれども実はこういうパンデミック,が,パンデミックが起こるのは、えー、ウイルスによる生物種の個体数調整というのが自然界で働いているんじゃないかある特定の種だけがあまりにも増えすぎるとか おかしなことをやってるとそれを減らす働きを実はウイルスがやっているんではないかというそういう考えもあるとなると、えー、ますますこの人種共通感染症とこれから長く付き合っていく必要がある731100が1945年段階においては世界のトップレベルの研究をしていたもう最もその動機はよくないんですけれども えー、それと現在の日本政府のあまりにもおたおたした対応を考えると、えー、この人事共通感染症という問題について、やはりきちんと考えを深めていかなければいけないのではないかなと思います。